今日は3月11日、僕が生まれ故郷の福島を離れなくてはいけなくなった日です。10年前の今日、もしも福島に原発がなかったら、今頃僕はきっと福島の高校で卒業式を迎えていたのだと思います。除染をしているとか言ってるけど、結局は燃料高いままだし、まずは原発事故は収束をしてないので。まあ事故が起きてしまって、本当にね、被災した人たちは大変だということで、まあ、その支援も含めて、今後ともね、こういう反対の取り組みはしていきたいというふうに考えています。私たち自身の生活も、考えながらね、電気を使わないような生活スタイルに変えていかなきゃいけないんじゃないかなというところも考えています。